どうみさん、こんにちは。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 あ、こんにちは。こんにちは。あ、お兄さん、こんにちは。あ、どうもどうも、また来てくれたんです。ありがとうございま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 す。いや、またっていうか、これが初めてや。なかなか、もう誰が誰だかわからないという状況でありまして。あ、じゃあ、ちょっとこの紫パーカー着てるこのイケメンが僕、こんにちはです。あ、お疲れ様です。こんにちは、こんにちは。あ、じゃあこの赤 T シャツ着てる人間のふりしてるのが僕トントンです。あー、臭い臭い。え、じゃあこの紺色の半パン履いてる生きってるやつがロボルです。お願いします。今日はお前よう見えるな。ちょっと拡大しいんだから。ゾンビです。全打変態。エーミールです。いいのいいの。え、白パーカーね。うん、白パーカー。お待たせしました、絶世の美女うつこちゃんです。こいつだけ服装ちょっとマジになってきてるのか。ガチっすね、一人だけ。ガチだね。いいのよ、やめろ。ケツを向けるな、ケツを。やかましい。了解しました。で、この赤いパンツ履いてるのがピクトさんですね。このブスが僕ですね、ピクトです。あ、どうも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 どうブスの。で、こちらの赤いソックス履いてるのがオニアさんですね。大変恥ずかしながら公認実況者オニアさんでした。あー、いや、どうもよろしくお願いします。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 圧を与えてきた皆さんにこういう風に。なんだこれ。いや、よろしくお願いします。なんだこれ。なんだこれ。いや、でも公認実況者さんに申し訳ないですけど、今日普通の声ごとじゃないんすよ。そう、僕もそう聞きまして、ちょっとどういう感じの方が来るのか。いや、もう小屋人狼やっちゃいましょうよ。小屋で人狼行っちゃっていいですか。いや、やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。それでは荒野人狼スタート。よっしゃー。役職ロールか。はい。お、どうも予言者です。おー、あざす、あざす。あ、これ白ですね。あざす。はい、私霊能者です。いいっすね。いいぞ。あざす。あざす言ってる。打つ先生一体何だ。もうあざす。あれ、誰も太鼓出てこないですね。あれ、また、お、またっすか。いや、これもじゃあ、ふわ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 。いい村っすね。じゃあ、どうされますお二人。こわ。いや、ここはまず、やっぱ第一能力者であるね、まあ、予言者のビクトさんにいろいろ決めていただいて。なるほど。使います。さっそく僕がじゃあ何も役に立たへん、クソ野郎なんで。占いますか、じゃあ早速。おぉ、おぉ、じゃあ、エビさん、エビさん、危ないです。あ、それ俺に殺されて、俺村人やけど。ほら、マジで、どこ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 、後ろ、後ろ、仕切りてないよ。後ろ、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 俺？あ、今階段上がったからもう見えへんけど。あ、ちっす。いや、今もう、殺そうと思ったら殺してたで。つまり、やっべ、うわぁ、殺されるな。誰だ、誰だ、誰だ、やっべ、誰だ、あ、誰か死んだ、誰か死んだ。銃声的には、あ、でも俺の視点から見てたからちょっとわかんねえな。そうだな、俺の視点から見て誰かが死んだ感じなのは見えたの。お、誰が、僕まだ占ってないんで、怪しい人。え、トントンの、トントンから多分、あ、285あたりで、あ、誰か降りてる、誰か降りてる。あ、俺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 、あ、エミ、エミルがかいるな、近く。ちょうどね、今登ってんのがエミさん。そうそうそう。いや、降りた、降りた。あ、落ちた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 。あ、落ちてるわ。いや、でもトントンの視点から、俺が撃ってないの見えたでしょ。いや、誰だ。うん。あー、小根島さんだけしか見えない感じですか、今。はい、僕の視点からは小根島が移動してたと見て、で、発砲してないのは分かる。え、誰が死んだ、誰が死んだ、うん、分かんない。あ、確かに。テンコ取れます。テンコ。あ、鬼役行けたよ。僕行きたい、僕行きます。じゃあ、小根島。はい、ロボロ。ピクト。はい、撃つ。はい、エミル。ゾンボさん役ね。あ、ゾンボさん。ゾンボがやられたか。あ、ゾンボやられたか。いや、これさっき、ゾンボさんとエミールさんなんか、近かったっすよ。あ、ほんまと思うやん。近くなかったっすか。
だ俺は正直言ってゾムさんの動き視認できてなかったんよ。だからどこどこどこって言ったにかかわらず、結局見つからんまま死んだから。まずさっきのエミさん、あ、誰やんそこの、誰やんそこの、あ、お前、あ、こちらこちら、どうぞどうぞ、あ、お好きにお通りください。あ、お願いします。お願いします。お願いします。あ、お願いします。どうも。あ、なるほど、占いあざす。どうしますか。エミさん黒です。あ、殺しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あいつやな。黒あざす。黒ゴチやった。いやでもそれやとするとエミルさっき撃つチャンスあったなぁ。まあいいか。あ、ピクタさん僕近くにいます。あ、マジっすか。え、上とかっすか、はい、もしかして。正確に言うと多分背後らへんにいます。あ、お兄さんそこで窓から。あ、なるほど。あ、いたこれやばいっすか。これは大丈夫っすね。その先に確かエミルがさっき入ってった感じがあります。あ、いや、やばいやばい。あの先エミルだと思います。もしもし、黒田来いや。おー、バレたとたん強気やろ。あー、ピクタさん、ピクタさん、ピクタさん、僕白なんで。いや、しばかってますよ。おー、バレたとたん強気。あー、ピクタさん、ピクタさん、ピクタさん、僕白なんで。いや、しばかってますよ。大丈夫ですか、これ。だって、一人は絞れたな。まだ怖いな。あ、そっか、コネショウさんまだ。おー、誰だ。おー、おげさんか。あー、誰かいる。誰かいるぞ。あー、あれ、オニアだ。あ、ピクタさん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 、エミール、エミールね、おそらくあの小屋にいますよ。あ、違うか。あ、どっち先生か、あれ。あ、俺は今、お兄さんと一緒に。お兄さんとピクトさんが、あ、お兄さんと先生二人一緒にいるね。そうそう。あれ、うちこちゃん、いた。後ろにピクトさんも。あ、これ、お兄くん、これ、建物入ってくる。え、気をつけてください、ピクトさん。入ってきますよ、お兄さん。じゃあ、俺は入らないで。ピクトさんいますよ。え、なんで、お前、なんでいる、なんでいる。え、僕ですか。ちょ、待って、うちこちゃんとお兄が近い。やばいやばいやばい。これ、ピクトさん、危険ですよ。これ怖い。僕はここです。やばくないですか。僕どこ行けばいいですか。どこ行っても来てほしくないって言われちゃうんですけど。いや、あんまり集まんない方がいいです。まだ黒一人と狂人一人いる。狂人一人残ってるんで。で、エミルもまだ黒一人っていうか、エミルは余裕で生存してるじゃん、まだ。うん、そうなんだよ。ゾムさん黒ってことですか。いや違う、ゾムは分かんない。ただ、多分エミル殺された。いや、でも殺されたってことは、エイミールが黒ってことは、ゾムは多分白やと思う。そうだと思う。どんだけではないっていう。一番良ければ強人だったって可能性もある。いや、俺ね、最悪はエミさんじゃなくって、それに、なんか聞い取られてる間に強人がゾムさんぶっ殺した説。あー。なんかだって、話の感じはね、遠そうだったよ。あれ、オニアさんかな？あ、僕か？じゃあ、やっぱ晴れてます。あ、あれ、オニアさんだな。あ、ということ、ちょっと待って、俺、ここ警戒しとかなきゃいけないな。エイミール下通ってくる可能性あるな。でもそれ、でもな、まだ判明できてない人狼がもう一人いんだよな。ですよね。あ、そっか。つまりその状況で、巨人の人が人狼多分ね、エミールと結託する可能性はある。倒しちゃうっていうのは割と。でもね、巨人はね、まだ誰が人狼か分かってない段階で多分攻撃しないはず。うん、しないはず。だから多分人狼がゾム殺した。あ、それもそうか。うん。人狼がゾムを殺したのは多分当たってると思う。ただゾムが人狼、あの狂人の可能性もなくない。あー、誰か死んだ、誰か死んだぞ。なんだ。あ、エミルか。いや、わかんないな。エミル隠すためにヒューって言ってるからさ。ピクトさん生きてます。ピクトさん、お、なんかお兄さん側からね、反応があったんですけど、ピクトさん死んでるね、これ。ということは、殺された見えた。僕が分かるんすか。ということで、ピットさんと最後に一緒にいたんが、おそらくオニア君でしょ。あと、ウツ先生でしょ。いやね、オニアさんね、今めっちゃ箱の後ろから狙ってるんですよね。いや、出さないですよ。何言ってんすか、それ。いや。僕はまるで黒みたいな動きじゃないですか。誰が、紫のパーカー、俺。あ、お前が、高所におる。高所におるの誰。あの、結構、お前近くにいるから気をつけろ、マジで。誰と。俺と。ちょっと待って、足をこする。誰か更新してる。分かった、俺銃下げとくから、ちょっとドアから顔出してみ。いや、お前、そうやって手引きしてんちゃうやろ。やばい、分かった。じゃあ、俺が行っていい？じゃあ。いいよ。OK。俺、めっちゃ上向いていくから、ちょっと。あ、いた、分かったわ。あー、OK、すみません。え、ちょ、俺、銃来た人撃ちますよ。誰や、そこ。これ、やっぱ、オニア君でしょ。いや、ロボロさん、お互いしろじゃないですか。いや。怪しい、いや、オニア君怪しい、絶対撃つれてる、撃たれてる、誰だ、どこだ、後ろ、あ、撃た、オニア、あ、オニア、オニア、オニア、聞こえてる、分かんすか、今の声、最後の声。いや、オニア君ね、オニア君だな、あれ、分かった。オニアさん、全然分かんなかったです、状況がつかめなくて。オニアさん、いや、オニアさん、人狼なんでしょ。はい、オニアさん、強制ですか。いや、なんか、僕の周りが人減ってるんですよ。へい、お前、リッキーからお前じゃない、これ。ただなんか僕来たメッセージは狂った人って書いてあった。おっとー、あ、エミルがこっち狙ってきてるわ。オッケー、意味が分かんなくて、狂った人って言われてるんですよ、僕。
初期さんから強人じゃねえか、理解できなくて全然何が来る。はい、僕もね、あの GM からね、あの人の狼って言ったんですけど、よく言ってみる。あー、おめえか、なるほどね。マジっすか、なるほどなるほど、これで割れたな。いや、シンマ頑張ってくれ、援護はするつもりよ。そうか、もう俺らしか白サイド残ってないんやな。ロボロ、ロボロは俺ロボロ死んだな。ってことは、エミルさんと僕とウチ先生が黒だね。ってことは、上着が赤い半袖の人はトントンさんは、あの、すみません、あ、僕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 、霊能者だもんね、彼。あ、じゃあ、どうしようかな。そこに今、一人見えてるんですよね。え、小西さんの場所どこ？やっぱバレてた顔になる。くっそ、マジか。ほう、これ島さんそこに、あ、くっそ、殺す気炎がトントスマン殺す気炎があった、お兄さん。あ、悪い、これも悪い、これは、いや、場所は大体わかってる。あー、そう、やられた。これ島さんやったぞ。残るは赤いトントスマンだけだ。あいつマジかよ、マジか、なんか狂った人にされてるの、なんかわからない。あー、もう黒トリック美味しいにゃ。なんやとは、はい、お疲れ様でーす。はじめ誤射しちゃって、一発目。うん、前上に ゾブさんがいたんすよ。あ、でもゾブさん完全な白やったからやるしかなくて、あれゾブさん狼だったら事故ったなっていう。あ、え、狼だったらって、え、相方の狼知らされてるでしょ。いや、狂人やから、狂人は、あ、そうかそうかそうか、青肉狂人か。そうなんですよ、バリと爆地だったんで、だから、まあ、さっきの誤射でね、バレちゃうっていうあれがあった以上。いや、ちょっと待って、俺青肉、あ、殺しきれへんかった。いや、完全にこれいけると思ったんだけどな。